デジタルメーターとは数字や棒グラフなどでデジタル表示されるメーターのこと。主に文字盤は液晶パネルや蛍光表示管が使われる。オートバイや自動車、航空機などの速度計や距離計、高度計をはじめとして様々な用途に使われている。内部的にデジタルでもステッピングモーターと針と文字盤による表示の場合はアナログメーターと呼ぶ。 画面上にアナログメーターを模した表示をしているものはデジタルメーターとは呼ばれない。三菱コルディアの液晶式メーターマツダコスモ 1B 型数字を読む必要のないアナログ的デザイン2代目トヨタプリウスのメーター初代ホンダフリードハイブリッド数値を直読する方式の速度計を初めて採用した量産者は フランスのシトロエンが1970年に発表した大衆車の GS とされ、速度計と回転計の両方ともが直読式となったことも、同じシトロエンが続く1974年に発表した CX とされている。これは数字を表記した樹脂製の筒が回転するボビン式と呼ばれ、通常の速度計の針をボビンに置き換えた純然たる機械式で、 トランスミッションからの回転力を伝える仕組みも、針式と同様であり、現在の液晶などを用いる電気式のデジタルメーターとは全く異なるものである。現在につながる電気式のデジタルメーターの講師は、アストン・マーティン・ラゴンダに採用された LED 式のものとされている。日本車では1981年に登場した初代トヨタ・ソアラが、 エレクトロニックディスプレイメーターの名称で初めて採用し、その後、トヨタ車では、クラウニやマーク2などの量産車に搭載された。そして、1980年代後半から1990年代、初頭のバブル期にデジタルは先進的でかっこいいともって生やされ、普及した。高級車以外は、ほとんどがオプション設定ではあったが、高級車やスポーツカーから、 コンパクトカーに至るまで、ほとんどの車種で、速度計や、タコメーターなどに使われた。その一方、当時は表示されなくなる故障が多く、光が当たると見にくい、アナログの方が、直感的でわかりやすいなどの意見に代表されるような、実用面での問題も残っていた。また、コストが重視されるようになったバブル崩壊後の1990年代後半以降は、 トヨタ以外採用する車両も減ったが、同時期に数字を表示するだけで反応速度も必要とされない距離計には構造が簡単で安価なデジタル式が多用されるようになった。さらに2000年代に入るとその距離計の中に燃料計も取り入れるようになる。21世紀に入り、三菱、アイ、ホンダシビック、ホンダステップワゴンなどをはじめ、軽自動車から商用車、 二輪車まで車種を問わず再び採用が増えている。信頼性の高い液晶パネルが安価に製造できるようになったことや、デザイン上の要求が主で、さらに表示方法についても、速度はデジタル表示だが、タコメーターはアナログ表示といったハイブリッドタイプも見られる。また、近年はこのメーターに似たようなもので、航空機で普及している。 計器類を液晶モニターに映し出して表示する方法、グラスコックピットを採用している車種もある。例として2008年2月に発表されたクラウンハイブリッドでは世界で初めてインストルメントパネルのすべてが液晶パネルに置き換えられた。シャープ製の1280-480ドットの TFT 液晶を採用し、カーナビのルート案内時に進行先の車線情報を表示したり、 従来の機械式メーターでは実現できなかった表示を実現している。その他では、ランボルギーニ・レベントンや、ジャガー XJ、BMW7 シリーズ、メルセデス・ベンツ S, S クラス、キア K9、キア K7、キアシード、ヒュンダイ・エクース、ランドローバー・レンジローバー、フィアット500、ボルボ S60、キャデラック XTS などで採用されている。 JR 西日本207系1000番台のメーター JR 東日本 E531 系のメーター、グラスコックピット左側のモニターに速度計などが表示されていることがわかる。鉄道車両でも圧力計、速度計などの計器類が LED によって表示されるデジタルメーターが搭載されている車種があり、JR 各社の新幹線車両や近畿圏の私鉄では、 積極的に採用されている。1990年代には JR 西日本の在来専用車両でも6 8 1系や2 0 7系などの新造車両で積極的に採用していたが自動車のデジタルメーター同様運転士から光が当たると見にくい、稀に表示が消えるなどの指摘があり、その後製造される同社の車両は従来のアナログ表示に戻されている。 207系や223系のように更新工事でデジタルメーターからアナログメーターに変更された車両も存在する。また、近年はこのメーターに似たようなもので、航空機で普及している、軽気類を液晶モニターに、疑似的に映し出して表示する方法、グラスコックピットを採用している、車種形式もある。ありがとうございます。